こんにちは。株式会社鎌倉鑑定の小林です。今日は第3回目の家族信託って最近よく聞くんだけど、実際のところよくわからないんだよな。俺に関係あることなのかなというテーマでお話しさせていただきます。今日はですね、事例のお話に入らせていただきます。まあよくある一番基本的なパターンなんですけども、まあこれはですね、まあ実際にあった事例で言うと、お父様が住んでいたご自宅ですね。そこの自宅もそのお父様自身がもう老人ホームに入ってしまったので、もう使わないと。でもしばらく賃貸するか売るかは決めかねてるっていうところだったんですね。まあこの時に売ることが決まってるようであれば売っちゃえばそれで済む話なんですけども、そこら辺で決められないというところで、この物件を信託することにしました。というのがまあ、お父様が老人ホームに入っていて、今はまだ意識はしっかりしてて、お元気なんですけども、もう90歳近いので、いつ認知症になってしまっても、まあ、不思議じゃないというような状態だったので、まあ、安心してその物件を、まあ、賃貸するなり、売却するなりできるようにしておくということでした。でこういう基本的なパターンで出てくるのは親子で、まあ、ここではお母様になってますけども、このお母様が所有の自宅、その所有権をご長男に渡すんですね。その時に お母様の立場としては委託者、この物件をお願いしますという立場の方ですね。で長男さんはそれをその管理を任された受託者ということになります。で、信託である、まあ、特徴としてこの受益者っていうのが出てくるわけですよね。前回申し上げたところですけども。で、この受益者という立場はお母様、委託者、受益者が一緒の状態ということなんですね。この状態だと信託による所有権移転はされるけども、まあ経済的な所有権は移転しないので贈与税などはかからないという形になるわけです。でこの場合の信託契約っていうのは簡単なもので、自宅を長男に信託するということで、信託の終了な事由についても受益者親が亡くなったら信託終了という形で終わりにしていました。で、もう一つ、この複式型信託っていうものなんですけども、これも実例があったんですけどもね、これは急に電話がかかってきまして事務所の方に。で、お母様が家を新築したばかりなんだけども、がんが見つかって余命2ヶ月の命だということだったんですよ。でこの新築したばかりの家どうすればいいんでしょうというようなお話なんですけども、例えばまあ売却するというような話だったらもうそんなに難しくないんですけども、そうはしたくないというお話で、この家をどういうふうに相続していくのか決まってるのかといったら、まあ、ご長男が相続してしまって、次男の方はまあ別に自分は相続しなくてもいいっていうふうに言ってるっていうことだったんですよ。でまあ、このお話いただいたっていうのはご長男からなので、その次男の方が言ってることって本当かなと思うわけですよね。でよくよく確認するとですね、この次男の方っていうのは障害を持っていて、まあ単独ではなかなか生活できないような状態、施設に入ってるっていうような状態だったんですね。それで将来的にはご長男がこの弟さんの面倒を見ていくっていうようなことでなんとなく話はついてたらしいんです。でここでまた問題なのが、この次男の方の後見人としてお母様が後見人になってたんですよね。そうなるとですね、なかなか難しくて、この後見人になってなかったらもうお母様は長男にただ遺言でこの家を全て、まあ、私の財産を全て長男に相続させるっていうところだけで済むんですけども、この次男の後見人にお母様がなってるっていうことになると、そう簡単にはいかなくなっちゃうわけなんですよ。というのがですね、このお母様が亡くなってしまうと、
その後継ぎの、まあ、後見人をつけないといけないということになるわけですね。でその後見人というのは、まあ、こういう場合には弁護士さんがなるであろうということで、弁護士さんは後見人の仕事をするときには、まあ、この遺産分割相続が発生したときには、まあ、きっちり遺留分分は請求してくるわけなんですよね。そうするとこの家について、まあ、最低4分の1は次男が権利を持って、長男が4分の3というような形になっちゃうわけなんですよ。そうするとこの家を売却するっていうこともなかなかしづらくなってしまうっていうこともありますし、まあ、これからずっとその後見人の方に報酬を支払い続けなければいけないっていう、特に地主さんでもない普通の家庭にとってはそれってかなり負担が大きいわけですよね。だったら、まあ、ご長男の方が遺留分を次男の方に、まあ、手持ちの現金とかで渡せれればそれでいいんですけども、そういう余裕もない。じゃあどうしようということで、ここで信託を使うことにしたんですよ。で、信託をした直後の状態はこんな感じですよね。お母様が委託者、ご長男が受託者で、お母様が委託者兼受益者というような形になるわけです。そうするとこの管理の権利は長男が持つわけですよね。で、お母様が亡くなったらどうなるのかという、この受益者は次男と長男、まあ、それぞれが受益権を持つような形になるわけです。で、この遺留分はですね、別に現金とか家の持ち分とかじゃなくて、この受益権も経済的権利なので、それを与えることで、遺留分対策になるわけです。なので、この家の受益権を4分の1次男に与えるというような形にすれば、まあ、たとえ後見人が次男についたとしても、問題なくこの家の処分とかはできるようになるというような形になるわけです。で、これがですね、またちょっと信託の特殊な性質のお話なんですけども、これはですね、例えばお母様が長男に財産を与え、長男のルートに財産を与えたいって思ってる場合がある、とします。というのもですね、長男の方にはまともな子供がいて、で次男の方にはちょっと荒くれ者の人が子供でいて、この次男自身はちょっと病気がちなので、この子が生きてる間は次男に援助をしてあげたいんだけども、その次男が亡くなってしまった後にその息子に財産が行ってしまうのはどうしても避けたいっていうような場合があったとします。そういう場合って遺言じゃちょっとどうにもなんないんですよね。このお母様が次男の後に相続させるのはその息子じゃなくて長男側の息子にしたいっていうふうに思ったとしても、この次男自身がそういうふうに遺言を書いてくれなければどうにもなんないわけですよね。なのでこういう場合に信託を使うわけなんです。最初の委託者兼受益者がお母様で、長男が受託者っていう、まあ、これは今までと同じパターンですよね。で、移転させますと。で、最初のお母様が亡くなった時に受益者をまず次男に指定するわけです。そういう内容の信託契約書を結んでおくわけですね。で、この次男が亡くなった後にこの受益権は長男の子供に受益権を発生させるというような内容の信託契約書を作っておくわけです。そうするとですね、もともとそうするとこの次男の息子としては、おいおい俺の遺留分どうしたんだっていうふうに思うかもしれないんですけども、これが面白い話で、この次男の荒くれ息子のまあ、お父さんですよ。それが受け取った権利っていうのはもともとそういう制限付きの権利を受け取っていたのに過ぎないっていう解釈なのか、
次男の方は遺留分を請求できないことになるんですよね。なのでこのお母様の、まあ、意思はこの信託を使うことによって達成することができるというような形になるわけです。じゃあこの便利な信託ってどれぐらいの費用がかかるのかということなんですけども、信託の費用としてかかるのはだいたいこういう内容になりますね。信託設計、信託契約の作成費用、これ信託コンサルへ、まあ信託コンサルへっていうのが、まあ、一番立場的にはまあ、はっきりした立場ではないんですけども、ただここが一番大事といえば大事です。その方自身の、まあ、将来にわたる計画まで、よく考えた上で契約書を作らないといけないということなので、結構一番手間がかかるところですよね。で、2番の公正証書の作成費用っていうのはそれをもとにして公正証書にするための費用です。これは公証人さんにお支払いする費用ですよね。で、不動産の信託をする場合なんですけども、不動産の信託登記手数料。信託を、まあ、不動産を信託すると、その不動産っていうのは、所有権が一応移転するわけですよね、登記簿上。で、その登記を行うために、司法書士さんにお願いするわけです。で、不動産の登録免許税、これは法務局を窓口としてお支払いするっていうような形になるわけです。で、あとさらに信託を続けていくことになると、まあ、信託監督人等の報酬もかかってきます。じゃあ具体的にどれぐらい費用がかかるのかということなんですけども、一番かかってしまうのが信託設計の費用。これ家族信託の普及協会の料金表みたいなのを元にして作ったんですけども、だいたいこんな感じですよね。最低で20万円ぐらい。で、だいたいざっくり言うと、信託財産評価の 0.7% ぐらいが、信託設計の費用というような形になるわけです。で、交渉人の費用、これは目的の価格、その信託する財産の価格ですよね。それによって手数料はが変わってきます。これは意外に安いんですよね。で、交渉人さんは、もしも、まあ、信託、委託者の方が体が悪くて外に出られないということだったりすると、県内の交渉人さんだったら出張してくれたりもするので、ご相談してみていたらいかがでしょうか。で、この費用っていうのは、どの交渉人でも同じ値段になります。で、信託財産が不動産である場合には、まあ、司法書士の手数料で1申請にあたり5から10万円ぐらい、もうちょっと複雑だったりするともうちょっとかかる場合もあります。あと国に払う登録免許税は土地について固定資産税評価額の 0.3%、 建物については固定資産税評価額の 0.4% っていうような形になるわけです。例えば固定資産税評価額1億円の不動産を信託した場合の費用っていうのはだいたいこんな感じになります。合計で122万円ぐらい。ただこの一番上の丸1の67万円については ある程度調整が効くかもしれないかなっていうふうに思います。まあ、それを受けてくれるねところに相談してみたらいかがかなというふうに思います。まあ、うち鎌倉鑑定ではもう長いお付き合いしているお客様だったりして、まあ、不動産の売買が発生するような場合だったりすると、この一番についてはいただかないでやっている場合もあります。とは言っても計算するのかのなんか面倒という場合にはですね、こういうアプリを用意してますのでちょっと使ってみていただければと思います。で、これ、この QR コードを読んでいただいて、友達追加をしていただくと、家族信託費用のお見積もりというメニューが出てきますので、そこを、まあ、タップしていただければ、こういう画面が出てきます。で、ここで信託不動産の固定資産税評価額、
不動産建物の固定資産税評価額、不動産以外の信託財産評価額っていうのが出てきますので、その評価を入れてみてください。それで計算通すと大体の金額が出てきます。で、この計算を見るとですね、結構現金の信託をする場合なんかあったりすると、現金1億円を信託する場合と10万円信託する場合とだったら結構費用が変わってきちゃうんですよね。交渉人さんの費用なんかも、やっぱ変わってきちゃうんです。なので、よくやるのがですね、もうこの現金については、例えば1億円信託する場合であっても、最初は100万円ぐらいを信託するようにしておいて、あとで金銭は追加信託できるっていうような内容の信託契約書を作っておくと、費用は抑えられるかなというふうに思ったりします。ね、で、これで1億円の場合だと300万円ぐらいかかってしまうっていうような一応計算になっております。で、固定資産税の評価額、それそもそもよく分かんないよっていう方もいらっしゃるので、ちょっと見ていただければと思うんですけども、ですね、これ毎年役所から送られてくる固定資産税の納税通知書なんですけども、これ土地が3筆と家屋が1棟っていうような形の土地なんですけどもね、それの固定資産税評価額っていうのは、今赤丸のついているところ、ここの金額を足していけばいいんですけども、家屋番号、建築年次、地籍または床面積、評価額とか書いてあったりするんですけども、ちょっとその役所によってこれ若干書き方が違ったりするんですけどもね、この評価額に相当するところを見てください。で、この右の方に課税標準額とかいろいろ書いてあるんですけども、それは無視していただいて結構です。評価額というところから読み取るというような形になるわけです。はい、今回はここまでです。どうもありがとうございました。LINE の相続対策虎の巻では毎朝10時の相続情報プログラムなどをご案内しています。先ほどご紹介した家族信託のお見積もりだとか相続税の計算だとかいろいろアプリもありますので、ぜひご登録ください。特に何かお金取られることはありませんので、お気軽に登録していただければと思います。はい、本日の動画はいかがだったでしょうか。 CF ネッツではプラチナ会員およびゴールド会員を募集しております。ゴールド会員にあたってはですね、月額1000円でプラチナ会員とですね同等のサービスが受けられるということでですね、 CF ネッツのホームページから詳細ご覧になっていただけたらと思います。あとは物件購入にあたってはですね、今ほぼ毎週のようにですね、一棟もののフィールドワークおよびワンルームのフィールドワーク開催しております。物件の良し悪しをですね、うちのスタッフと一緒にぜひ物件見て回っていただけたらと思います。こちら同じくですね、ほぼほぼ毎週ですね、一棟ものにあたっては物件討論会、そしてワンルームにあたっては物件購入会という形でですね、当社のスタッフが事前に物件見てきてですね、良さそうだなと思うものはですねプレゼンさせていただくと、そしていいものがあればですねぜひご購入いただけるということで、いい物件に巡り合うチャンスになっておりますので、ぜひご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いします。